にちは、シャーイ、どうも、ヤマママです。最近質問をいただきました。オフショルとかの下って何を着たらいいのか、オフショルじゃなくてもこういう首の広いお洋服の下には何を着たらいいのか、今日はそういう時に使えるインナーや下着をご紹介いたします。はい、今現在着てるんやけど、こういうねカーディガンっぽいやつの下にね、こうレースのやつをさ着るのが流行ってるやん今。これはね GU で購入したブラフィールってやつです。前のね GU 購入品紹介でご紹介したブラフィールを着ております。これがもうすごいのなんの。実はですね、私今日お買い物へ行ってまいりました。 GU で色違いを買ってきました。今下に着てるこのブラフィールのイエローをね買ってきました。このブラフィールっていうのがね、中にこうカップがついてるやつですね。そうなんです、カップがついているものでございます。だからね、こういう風な首の広いお洋服の下に GU さんのねブラフィール、めちゃめちゃおすすめ。実際今私も着とって着心地良すぎて、ちょっとね違う色味を買ってきました。まあ、白はねどんなお洋服にでも合うと思うから一着は持っておいていいと思うんやけど、やっぱ春夏こういうねちょっとビタミンカラーっていうの、こういうね色味もあったらねちょっと可愛いなと思って買ってきました。これやったらね中にカップもついてるからブラ紐が見える心配もございません。オフショルを着たい方、オフショルの時の下着ってどうすればいいのって方、そういう方にはこちらをおすすめいたします。はい、チューブトップっていうの、こちらはあのねチュチュアンナで購入したものですね。下がってきたりとかもなかったから愛用してるんやけど、こういうチューブトップ系はね多分ね探せば安くていろいろあると思います。まあ、こういうブラをね1個持っておくといいと思います。で、私はこのね GU のブラフィールとチュチュアンナで購入したチューブトップやつしか持ってなかったんやけど、探せばもっといろいろあるやろなってことで GU とユニクロで購入してきました。そのインナーたちをねご紹介していきます。まずは GU で購入してきたもの2点をご紹介いたします。はい、こちらもね同じくブラフィールというねものですね。でもね今ちょっと見てもらったら分かるように、このカップがね若干透けてんのよね。カップの色がまあベージュなんやけど、この色がね若干透けてんのよね。だけどね、このなんていうの、首元らへんのデザインがすごい可愛くて、値段もねまあまあお安かったので買ってきました。ちょっと着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。ちょっとさっきよりもね首元広い系のニットに着替えました。まあ、こういう風にねまたチラ見せして着る分にはね全然問題ないと思います。あとはねこれね結構ピッチリしてるから、こうかがんだりねした時に谷間が見える心配もございません。まあ、谷間なんてないねんけど、これはねインナーとして結構いいんじゃないでしょうか。お次こちら、はい、こちらも GU で購入したねブラフィールでございます。全部ね無難な白色を買ってきてるんやけど、ちょっとねここのレースの部分のデザインがねこれとはちょっと違います。まあ、これも同じくねカップの色がベージュなので、これ1枚で着ちゃうとかなり透け透けになってるね、なっちゃってるね。でまた同じようにねこういう下に着るんやったら問題ないと思うので、ちょっと着てみます。はい、着てみたらこんな感じです。またちょっとねカーディガン変えてみたんやけど、こういう若干肩を落として着るようなカーディガン系のね下には抜群。これめっちゃ可愛い、このデザインめっちゃ可愛い。これ売れててか知らないんやけど、私他のやつは S サイズを買ってるんやけど、これ M サイズしか売ってなくて M サイズを買ってきたんやけど、やっぱりねサイズは自分の胸にねぴったり合ったものを買うのがベストです。これはね M サイズやからか、ちょっとねかがんだ時にねちょっぴし胸見えちゃいそうやなって感じ、胸元が。他のやつはねぴっしりなってたんやけど、これだけね若干サイズがでかかったからか、ちょっと胸元危うい気がするな。うん、可愛いんやけどねデザイン。なのでね皆さんサイズはきっちり買ってください。こうなんかね自分の胸のサイズやったら S サイズですよ、 M サイズですよ、 L サイズですよっていうねサイズ表みたいなのが貼ってあったので、ぜひぜひそれを参考にして自分の合ったサイズのものを買ってください。はい、 GU でのインナー紹介は以上で、お次がユニクロで購入してきたもの1点ご紹介いたします。ユニクロで買ってきたのはこちら。はい、こちらのブラトップです。今着てるやつとどう違うのデザインって思った方、なんとですよ、こちらはカップの色がホワイトです、白です。そうやからね、一瞬ブラトップっていうのが分かりにくい。これはいいぞ。今までご紹介してきたものを全部ねこうレースとかなんか花柄っぽいやつなので、薄いシャツとか羽織ってちょっとね
つけたとしてもなんかダサくないよね、こういうデザインのものやったら。普通のなんか白のインナーとかやったら、ランニングシャツってなったりするかもしれないけど、こういうレースのついてるものやったら全然ね透けてもおしゃれやと思うから、こういうねブラトップ系はねもう春夏マストかなって思います。私ブラトップ大好き人間やから、基本的にブラジャーつけるよりもブラトップつけておきたい人間やから、やっぱねブラトップ系にはね本当毎年お世話になっているんですよ。それよりこんな可愛いレースのものが出てるんやったらね、もうそのレースのもの買っちゃいましょう、もう買っちゃいましょうってなっちゃうわけですね。はい、はい、こちらも着てみます。良い良いよ、これめちゃめちゃ良い。今までね全部ご紹介したやつもそうなんやけど、やっぱりね着け心地がいいね、きつくない全然。やっぱこういうレースのものやったらねチラ見えしとっても可愛いので、こういう首元広い系のねお洋服は GU とかユニクロのねインナーがめちゃめちゃおすすめです。はい、じゃあ最後に今日買ったレースのインナーの白色たちを見比べてみましょう。こちら、このねユニクロのと GU のがかなり似てるね。パッと見一緒、まあよく見ればデザインがちょっと違うかなっていう感じですね。で実際はね、こっちユニクロでこっち GU のものなんやけど、生地の薄さが違います。ユニクロの方はね若干お値段がね GU のものより高かったので、生地がめちゃめちゃしっかりしてます。こっちの GU の方は柔らかい薄い感じの生地です。でもね本当にどれもつけやすかったし、これレースになってるからねチラ見えしても可愛いと思います。春夏一着はねこういうレース系のねインナーを持ってたらいいと思うので、ぜひぜひ皆さんチェックしに行ってみてください。今日も見ていただきありがとうございました。レースのインナーいいねって思ってくださった方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それじゃあみんな See you next time! バイバーイ!